田凛と藤田鈴菜の G アップスプラウト。この番組はチャンネル銀河、MTV、ネイルミュージアム、他の提供でお送りいたします。G アップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの江原凛と藤田鈴菜でお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、2人はね、はい、なんと初共演ということでね。そうなんです。よろしくお願いします。願いします。すごい会えるの楽しみにしてました。私もとっても楽しみにしてました。本当ですかね。同じ4年生ですからね、今年卒業ということでございます。うん、共通点いろいろとありますけど、まあ、はい、まずはじゃあ、まずはお互いの第一印象を言っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、まず鈴菜ちゃんから見て私の第一印象聞いてもいいですか。はい、いいね。本当透明感があってなるほどね。初めて会った時に明るい、明るいもう表情と声でもう本当可愛らしい方で、はい、もう今日が一日楽しみになりました。ありがとうございます。ね、なんか第一印象ね、やっぱなんとやっぱ美人さんだなと。本当ですか。嬉しいです。ハッピーになれます。ハッピーになれる。ハッピーになりすぎて泣かないでください、ね。すごい涙もろいので。はい、で逆にね聞いてみましょうか。はい、じゃあ私の、はい、聞きたいです。鈴菜ちゃんともう会った時にクシュってなる、目の笑った時にクシュってなるのがもう本当キュッてなるって、ね、もうね可愛らしいのよ。ありがとうございます。あとあの名前の響きもあるかもしれないんですけど、うん、そうね、うん、あの鈴菜ちゃんって思った時にスズランが思い浮かんで、うん、お花のなんか可憐で、あの、ね、可愛らしくて清楚感があるのが、うん、わ嬉しい、ぴったりだなと思いました。ね、ありがとうございます。可憐でも笑顔がね素敵なのよ。もっと素敵ですよね。こっちまで笑顔になります ね, ね, ね。ありがとうございます。2000点満点の笑顔ですね。嬉、うん、はい、しいです。あとこのショートヘアもすごい似合っていて髪色も素敵。今日はねお乳の髪色だということ で, で、はい、昨日ね美容室に行ってきたんですか。そうなんです。 赤,、はい、赤っぽく赤ピンクに染めてきました。素敵です、ね、似合ってる。ありがとうございます。ね、学生生活がねもうわずかですから、うす、こういった冒険できるのも、はい、いいですね。いろんなことに挑戦しているのに楽しみたいと思います。楽しみでございますね。はい、なんかやらさんは先ほどまでどっか行かれてたそうなんです。はい、はい、実は先ほどまで月一スポンサーのネイルミュージアムさんでネイルケアをしていただきました。そうでございますか。はい、いいですね。そうなんです。で今回私がしていただいたネイルケアでは、うん、まずあの天川の角質を除去してもらい、はい、うん、指のねこちらの方ね、はい、いつこもチャンネル10でご覧のこと今アップしてると思うんですけどね、とてもねきらびやかな感じでございますよ。すごい爪が輝いてて、はい、そうですね、もうピカピカになって、はい、あとはで、うん、その天川の除去の後に爪の表面の凹凸をヤスリで整えてもらいました。なるほど。それでこんなピカピカになったんですけれども、これ凹凸をね整えるだけでピカピカになるっていうのはなかなかねすごかったですね。見てて私も言ってたんですけど、そうですね、見る見る、うん、で、はい、その後にハンドマッサージをしていただいて、はい、とても血行も良くなりましたし、そうですね、やっぱり、ね、こう寒い時期にね血行良くなるっていいことですよね。そうなんです、ポカポカになって、はい、でその後にあのもうすぐバレンタインが近いということで、はい、あのショコラのパックをしていただきました。チョコなのよこれ、ね、ショコラですよ。はい、もうあの香りがもうカカオの匂いがして、うん、思わず食べてしまいたくなるような香りがしました。はい、いや本当にね、僕隣にいたんですけどね、うん、もう匂いがねカカオの匂いで、パックでね、はい、意外とねあの手でね固まってね、これがね、うんうん、とてもいい感じでしたよね。うん、そうです。はい、どんな効果があるんですかこちらは。効果はカカオのパワーで肌の張りとかを出してくれるらしくて、うん、なるほど、はい、もうあの取った後にもうツルツルで張りも出ましたし、はい、とてもいい体験をさせてもらいました。いいですね、素敵な体験。羨ましいです。でまだでもねこれまださらにあるんですね。はい、さらにこの後にパラフィンパックという、うん、あの美容液が入った溶かしたロウのようなものに、そう、ロウソクのロウだよね、あのね、わかる、うん、に手を入れて、うん、そこにあのミトンであのかぶせていただいて、そう手をね覆うわけよ、
ミトンのね、あのカバーでね、はい、でこれには美白だったり、あとビタミンとかね、あ、そうなんです、そうそうそう、はい、美容成分がたくさん入ってるみたいで、でリラックス効果もあるみたいで、もう本当にあの結構温かいろうのところに手を入れるんだけど、その時にもうポカポカってなって思わず寝てしまいそうに、眠くなるようなぐらい気持ちよかったです。手がね包まれて、でまたねあのろうをね剥がす時にトゥルンってあるの、あの綺麗に剥がれるのよ、ペリーっと全部綺麗に綺麗になるの、それ見てると見てる方も気持ちいいしね、そうね、剥がされた時すごいだろうねあれ本当に、でそれをやっていただいて、あの乾燥も改善してくれるらしくて、コンディションを整えてくれる効果があるみたいなんです、で角質が柔らかくなるので、このやっていただいた後に美容液だったり、クリームをあの塗ると浸透がよくなるみたいなんです。だ今の状態で 2,3 日ねこうやって保湿でクリーム塗ったりとかすると、そのねスベスベ感が持続するんですって、だからね、そうだ、その 2,3 日間はクリームとか保湿の方をやってくださいねって言われてたんで、そうそう、長く持ちますよって言ってたんで、本当に素敵な体験、私もやりたいですね。以前のすずなちゃんネイル行きました、やってまして、はい、このネイルスクールでね、チャレンジしましたけど、また同じような形、やっぱねスクールってやっぱいろいろね、こうデコレーションすることが多いんだけども、実はネイルのケア基礎が大事なんですね。基礎が一番大事とおっしゃってましたね。大事なんで、はい、やっぱねネイルって盛るプラスするだけども、これ角質を取ったり、ね、血行良くしたりってこれ、ね、引き算ね、そうですね、デトックスだから、引き算の効果があって、やっぱこれ潤いを出していく、面白いですね、今ねエラさんのねこの手先を見てもつるんとしてます、はい、ね、実際にね、はい、ちょっとすずなちゃんちょっと触ってみようか、はい、どうですか、触ってみて、いや本当につるつる、なんか何か塗ったのかなっていうぐらいピカピカ、ね、何も塗ってないのに、そう今日は何も塗ってないピカピカにつるつる、こちらのお肌の方も失礼します、はい、いや、すごい、こんなにつるつるになるんですかっていうぐらい、そうそう、すごいですね、まるで生まれたての赤ちゃんのような、ここの部分とは大違いになってしまったんですけど、す、ね、あのパックしたのは手首のちょっと先の奥の方までですか、このここから上なんですけれども、はい、なんですけどね、やっぱそのね違いっていうのがね、はい、出てくるということでね、やっぱこのね基礎をやってまたね今回藤田さんがやったようなジェネルをするということもね、することもできますし、はい、ただこれだけでもね、このネイルだけでもやってくる人っていらっしゃるらしいです、はい、やっぱねこうネイルを整えるだけでね、爪がちょっと大きく形もね綺麗になったり見えますんで、清潔感も出ますし、清潔感も出るし、実はねこれ女性だけじゃなく男性も行われる方もなかなか多いみたいですので、だいたい1時間ぐらいですかね、そうですね、はい、なかなか家でここまで丁寧に、あのネイルだったり手のケアをして、ね、できないので、そうこのねパラフィンパックというのはやっぱ家でろうを溶かしてさできないじゃん、そうです、ね、やっぱりでお店で行ってねこう話しない楽しい話をしながらね、そうですね、たくさんお話しさせていただいて、あ、そう、あそこのパンがうまいとかね、あそこのそばが美味しいとか言いながらとかね、多摩プラザにね来たらぜひねお時間ある時はこう寄っていただいて、はい、やってこうやっていただくとね、はい、お時間も楽しくね過ごせますから一日ね、そうですね、はい、はい、ではすずなちゃんネイルサロンネイルミュージアムの紹介をお願いします。はい、ネイルサロンネイルミュージアムは東急田園都市線多摩プラザ駅南口から徒歩2分、 JNA 認定ネイルサロンネイルミュージアム、地爪の健康と美しさを保つための丁寧なカウンセリングと信頼をいただける技術、爪を傷めないジェルネイル、フィルイン施術導入など、確かな技術でネイルの楽しさを体験しましょう、はい、詳細はプロフィールはネイルミュージアムで検索してください、はい、またご予約お問い合わせは電話横浜045-532-5177-71までお願いします、はい、お願いします。ネイルを磨き自分も磨いていきましょう、はい、いいですね、はい、ぜひ皆さんにもネイルサロン、ネイルミュージアムで楽しく学んでもらいたいです、はい、はい、もうね磨いていきましょうね皆さんね、はい、はい、というわけで今日ねお二人は先ほど言いましたけど大学4年生ということで、そうもうすぐ、うん、あの卒業旅行シーズンだと思うんですけど、そうですね、はい、すずなちゃんはどっか行ったりする計画立ててますか。そうですね、私は韓国とハワイに行く予定です、うん、いいですね、アニハセヨカムサハムニダたくさん言ってきます、どこ行くとかってもう決まってる、韓国韓国はソウルとかミョンドンとかも楽しんで、うん、いいね、
たくさん食べたいなって思ってます、うんうん、ねえたくさん食べて、ね、食べてもらいたいな、袋が足りなくなっちゃうぐらいパンパンに。どうですか、井原さんはどこ行かれるんですか。私は今ヨーロッパに、うん、あの行く計画を友達と立てていて、うん、イタリアとフランスに行こうと思っています。なるほどね、はい、イタリアとフランス、ヨーロッパに行かれるという、ね、はい、楽しみです。本当にさっきまでね、鈴野さんは、藤田さんはね、ガリバーの国に行ってましたね。そうなんです、ガリバー、ぜひ知られてあるガリバーをね、コメントでも 見ましたよって、ね、方もね、YouTube ライブでコメントしてました。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということでね、はい、今夜の選曲も楽しみですが、エルさん、今夜の選曲どうですか。はい、今夜の選曲は毎日聴きたい曲をテーマに私たちが選曲します、はい、マイプレゼンテーションはこの冬に食べたいものをプレゼンします。さらに G アップあみだくじや G アップザワールドと盛りだくさんな内容です。今夜もいつこむスタジオ多摩プラザから生放送でお届けします。それでは今夜のオープニングナンバー、牧原紀之でどんな時もをお聞きください。お届けした曲は私江原凛が選曲しました、牧原紀之でどんな時もでした。今夜も始まりました G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して、さまざまなコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブ、 JCBA インターネットサイマルラジオでもリアルタイムでも配信中です。またスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-saluse.jp msg@fm-saluse.jp、 または FM サルースホームページのメッセージフォームから、いつこむチャンネル15をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージをお送りいただけます。さらにリアルタイムでコメントしたい場合は、 YouTube ライブからのコメントや Twitter でハッシュタグ G アップスプラウトをつけてツイートお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、はい、まずラジオネームタスカルさん、はい、ありがとうございます。リンさんの空の写真が大好きです。あ、空の写真あげてもね、よくね、はい、はい、嬉しいです。雲一つないすっきりとした青空のような笑顔に癒されています。お二人はどんなことに癒されてますか。なるほど、はい、鈴奈ちゃん、ね、どうですか。私は最近猫にハマっていて、この前猫カフェに行って猫を見るとすごい癒されます。あ、猫ね、今日はね、猫をね、見れたらよかったね。今日見れましたか。今日は見れませんでした。
一方江原さんは今日ねいっぱい癒されたと思うんですけど、もうどうですか、あのネイルでね癒されたと思うんですが、ネイルで本当にポカポカに指先から本当綺麗にして、ね、はい、していただいて、はい、癒されましたけど、あとは何かありますか、うん、そうですね、私は犬と過ごす時間が癒しで、うん、犬ね、猫も大好きだけど、はい、私犬とお散歩して空を見ながら、あの過ごす時間が大好きです。そうですよね、1日1万歩歩きますからね、はい、そうなんです、最近1万歩歩くことを目指してまして、はい、それこそ犬を散歩に連れてって、はい、一緒に歩いてます。あとワンちゃん疲れない、大丈夫、1万歩歩いても。いや結構元気です、ね、もう物足りないから、もっともっとっていう、はい、午後にもまた散歩に出かけたりして、はい、じゃあ2万歩ぐらいに目指して、ね、そうなんですね、はい、じゃあ続いていきましょうか、はい、はい、ラジオネーム哲也さん、ありがとうございます。リンさん、鈴名さん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。さて、今年も新年早々の土屋太鳳さんだったり、うんうん、先日アンガールズの田中さんだったり、うん、芸能人の結婚報道が突然でびっくりすることはよくありますが、そう、ね、お二人が一番衝撃を感じた芸能人の結婚は誰と誰の結婚ですか、とのことです。だろうな、確かに最近多いですよね。どうですか、お二人いますか、芸能人でこうびっくりしたなって。そうですね、やっぱり土屋太鳳さん の、うん、あの結婚報道がびっくりして、そうですね、そうですか、はい、ちょうどあの中高生ぐらいの時に青空エールっていう映画があって、うん、その世代だったので、うん、なんだろう、あの太鳳さんがってなりました、うん、あ、なるほどね、はい、そういうことがやっぱ自分が見てたね。そうですね、見てたドラマとか映画だったり、私もあのドラ2人が結婚したドラマ、うん、映画見に行ってたので、あ、そうなの、はい、びっくりしました。確かに衝撃になります ね。どうですか、藤田さんはございますか。私は、はい、新垣結衣さんの結婚ですね、うん、星野源さんとのドラマ見てたので、ね、はいはい、びっくりしました、僕もね、あのスプラウトメンバーが、はい、結婚する人多いんですよ最近ね、元スプラウトメンバーの人がね、現役スプラウトメンバーで結婚した人じゃないですけど結婚してね、こうなんかインスタグラムで結婚しましたとか結婚式あげましたとか、はい、見るとね、衝撃じゃなくて、うん、あ、なんか長くやってるなこの番組と思いますね、素敵ですね、はい、結婚いますよ、結婚した、された方、本当ですか、はい、この間吉田由紀さんがね、うん、結婚されました、うん、一番回数出てる方なんですけども、はい、ね、いますのでね、いいな、いっぱいいます、お子さんもいる人もいますからね、もうね、そうなんですね、すでにね、はい、はい、続きまして、はい、続いて、はいはい、ラジオネーム豚キムチさん、はい、ありがとうございます。江原凛さん、藤田鈴奈さん、うん、こんばんは。こんばんは。お二人に質問です、はいはい、もし生まれ変わるとしたら何になってみたいですか、お聞かせください。なるほど、どうですか、何貝になりたいとかありますか、なんか、うん、気になるな。でも猫になってなんかゴロゴロしてみたいです。ずっと寝て、ね、ゴロゴロとゴロ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 過ごしてみたいな、ね、喉鳴らしてみたりとかゴロ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 どうですか、私は鳥かな、なんかあの空を見ることがすごい好きなので、あのいつも見てる空の青い空を自分が飛び回りたいなと思って。なるほどね。あとあのジャングルとかにいる鳥も自然の中でいいなと思うけど、うん、逆にあのこういったあの人通りのある人の人間の生活を上から見てみたいっていうのも、うん、見てみたい。そうするとカラスにとかね、鬼滅の刃的な感じでね、そうですね、地面に飛び回ってそう、はい、生まれ変わりたいな。いいですね、はい、じゃあ続いていきますか、はいはい、ラジオネーム粉雪さん、ありがとうございます。はじめまして、 G アップスプラウトの皆様、はい、はじめまして。はじめまして。ラジオって今まで聞いたことはありませんでしたが、江原凛さんが出ると知って聞いてみることにしました。嬉しい、資格の勉強頑張ってます、できれば絶対合格するぞ、頑張れって言ってほしいです、よろしくお願いします。何の資格の勉強、ね、かな、ね、されてるか分かんないですけど、でもね、うん、せっかく、ね、初めて聞くラジオですから、江原、はい、さん、はい、お願いできますか。はい、絶対合格するぞ、頑張れ、応援してます。あ、頑張れ、全然合格してくれて嬉しいですね、頑張ってください、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。最後になりますか、はい、次、はい、はい、ラジオネームすやりんさん、はい、ありがとうございます。りんさん、すずなさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。りんさんは最近神戸に旅行してました ね、 ね、はい、神戸旅行で思い出に残ったことや印象に残ったことを教えてください、うん、はい、
鈴名さんの最近の近況も気になります。近況を教えてください。そうなんですよ、はい、はい、もうね、まずちょっと聞きたいのはさ、はい、藤田さんインスタグラムストーリー投稿しか上げてないから近況が分かんない確かに、ね、言ってるセアリンさん言ってること分かりますよ。確かに何してるか気になりますね。全然状況分かんないんですよ。たくさん上げていきます。ディズニー行ったとか、ね、そういうのは、ね、いいんですよ。たくさん無理に上げることはないんですよ。ただストーリーとか消えちゃうからさ。そうですね、またそのレア感も良かったりしますね。そのレア感もいいんですよ。いいんですけど、まあ、なんせね、このネームプレートを作るときに、ね、大変なんですよこちらパイソンさんがスレッグでいつも、ね、このネームプレートってね、皆さんのねエピソードからいろいろ拾ってるんですけど、はい、インスタグラムね更新しない人が一番大変なんですよ。すいません、ね、ステリアスな感じがいいだから今回アンケート取ってね、だから皆さんどういう緊急やってるんですかってことで聞きましたけども、すずなちゃんどんなネームプレートの、ネームプレート地図をね得意と、ご飯がね得意です。私白米が大好きっていうのと、あと私は一度行った道を絶対に忘れないんですね。すごい、ね、うわすごい、それ、私もすぐ忘れちゃう、はい、いやということでセアリーさん説明に、あの近況報告でございますけど、はいはい、どうですか神戸は、どうでしたか。あ、神戸私、うん、とっても楽しくて、うん、まあ、一番思い出に残ってることは、うん、そうですね、有馬温泉に行ったんですけど、うん、そこであの着いてからご飯もとっても楽しみにしていたので、うんうんうん、友達と張り切って朝ごはんも抜いて、うん、その場所に向かったんですけど朝ごはん抜いてね、はい、そうなんです、はい、でも開店前に並んだはずが1時間待ちと言われてしまって、そのお昼食べるところが人気で、そうなんです、でも、まあ、その前に温泉に入れてたので、うん、ポカポカって体も温かくなって、うんうん、友達ともおしゃべりしながらってしてたら、はい、もう1時間あっという間に過ぎて、うん、はい、美味しい釜飯を食べれたことが一番印象に残ってます。とっても楽しかったです、まあね、近況報告は猫を見てるってこと、はい、うん、そうですね、あとは岡山に行きました。あ、そう、はい、岡山に行ったと、はい、いいですね、うんうん、これから頑張ります。頑張ります。待ってます、はい、待ってますよ、はい、というわけで、はい、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。今夜はリスナー、今夜はシーザーシスターズさんが作った早口言葉です。楽しみですね。そうですね、はい、すずなちゃんは早口言葉は得意ですか。いや、いつもなんか失敗してるような気がします。難しいもんね、はい、いつもすごい。じゃあ今夜も頑張って成功させましょう、はい、頑張りましょう。今夜の早口言葉は何ですか。はい、では今、はい、あの渡された早口言葉をまずはゆっくり読んでみますね、うん、はい、お願いします、はいはい、姉妹ししまいてんてこまい、はい、やっぱね姉妹といえばね、やっぱお正月にね噛まれるっていうのもありますからね、うんうんうん、経験ありますかお二人ともね、姉妹に噛まれる。いや、ないですね。あ、ないんですか。ちっちゃい頃噛まれて、はい、ずっと夢に出てきてトラウマになってますよね、小学校ぐらいまで。確かに小さい子だったら、すごいですね。原因が分からなかったんですけど、はい、噛まれてる子供をテレビで見て、あ、これかって思い出して、それからもうトラウマにならなかったですけど克服できたと、はい、というわけでね、はい、じゃあね、まずは、いきますか、はい、うん、まずは私からいきますから、すずなちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょう。はい、ミュージックスタート。いや、いいですね。これね、なかなか難しいですよ。そうですね、やっぱね、二人ともね、やっぱあれなんですか、やっぱ妹さんがいるからね。そうなんですね、姉妹ですよ。姉妹、ね、そういうことですね。わかんない、そういうことなのかわかんないですけどね。はい、姉妹、姉妹、てんてこまいという言葉でございますよ。はい、それではいきますよ、はい。せーの。姉妹、姉妹、てんてこまい。姉妹、姉妹、てんてこまい。姉妹、姉妹、てんてこまい。あ、先にね、まず行っちゃいましたね。すごい、でも完璧に言えてた。じゃあ次、江原さん行きますよ。せーの。姉妹、姉妹、てんてこまい。姉妹、姉妹、てんてこまい。姉妹、姉妹、てんてこまい。お、もう二人とも完璧ですけど、ただね、フライングした人がね、先に行っちゃったということでね。でも二人とも成功してよかったです。まだ二人とも成功してできてよかったですよ。そうですね。あの顔がね、また桜色に染まった可愛、はい、かわいいですね、はい、ということでね、ここでね、はい、そんなすずちゃん、はい、お知らせがあるんでございますね、はいはい、皆さんここでお知らせです、はい、皆さんから私たちに言ってほしい早口言葉を募集します、うんうん、詳しくは G アップスプラートのツイートをチェックしてくださいね、はい、採用された方は番組特製1月出演者の写真が入ったジンをプレゼントします、はい、ふるってご参加ください。はい、ご参加ください、はい、
じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップできたので、うん、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。はい、はい、今週のテーマはこの冬に食べたいもの。さて私たちのこの冬に食べたいものをリスナーさんにプレゼンします。いいですね。これね冬ねちょっと寒くなってきましたから ね、はい、ね今日もね、はい、どんな食べ物か聞いてみたいです、はい、では早速すずなちゃんのプレゼンお願いします。はい、どうぞ。はい、私藤田すずなのこの冬に食べたいものはこちら、かきおこです。かきおこって、はい、皆さんかきおこというものを多分、はい、知ってる方かなり少ないと思うんですけれども、初めて聞きました。聞いたことなかったです、ね、まず、はい、まあ、私もともと生牡蠣だったり蒸し牡蠣だったり牡蠣フライなどの牡蠣が本当に大好きで、そっちの牡蠣なのね、はい、はいはいはい、わざわざ牡蠣を食べに茨城とかまでよく行ったりするんですけれども、そうですか、そんな相当好きなんだね、はいはい、うん、この間にお正月に岡山の日瀬という場所に行ったんですけれども、はい、はい、そこでかきおこというものを食べてとても感動しました。かき、うん、のお好み焼きの役なんですけども、かき、ね、はい、が怒ってるわけじゃないんだね。かき、はい、おことかじゃないんだね。かきおこじゃないね。本当とってもプリップリで、とってもプリプリだったね、はい、もうこれはちょっと家で一回、うん、もう一回作ってみたいなと思って、はい、この冬にもう一度食べたいものをかきおこにしました。なるほどね。なんか意外とかきとお好み焼きっていうのは僕も食べたことはないですけども、あ、意外と美味しいかもしれないなっていう、本当に美味しいです、はい、で牡蠣っていうのは体にとても良くて、そのビタミン B1、はい、B2 であったり、うんうん、あとはミネラルとかも多く摂取できるのと、はい、ね、あとはやっぱ女性にありがたいその美肌効果、はい、うん、嬉しい、というものにも期待ができるのと、ね、あとやっぱり生活習慣病にも予防になるということを聞いたので、はいはい、絶対に牡蠣をたくさん食べたいなというふうに思いました。かきおこぜひ皆さんも食べてください。はい、ちなみにかきおこはソースで食べるね、ソースです。はい、ソースでした。じゃあ普段食べるお好み焼きのような味ですけど、本当にいつものお好み焼きにかきを入れるようなイメージで、それはお好み焼き中に入ってる、上に乗せてるの、中に入ってる、中に入ってるんだ、はい、いや、いいですね。なんかかきって美味しいシーズンとかあるじゃないですか、うん、そういう期間限定で食べれる、期間限定だと多分冬が旬なので、冬のかきが一番美味しいんじゃないかなって感じで思います。身がプリプリとして美味しいということでございますね、はい、なんか食べたくなっちゃいますね、お腹空いてきました。ぜひ皆さん食べてください。はい、食べたいですはい、はい、うん、では、うん、私江原凛の、はい、あと、はい、その冬に食べたいものを、はい、いきますか、お願いします。はい、はいはい、どうぞ。はい、こちらでどうぞ。はい、私江原凛のこの冬に食べたいものはこちら、火鍋。はい、火鍋ですね、はい、そうなんです、はい、はい、火鍋です。火鍋ということですよ、火鍋いいですね、はいはい、ご存知のリスナーの方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、私は辛いものだったりスパイスのよく効いたお料理がとっても大好き で、はいはい、で火鍋はそんな私の好きをたくさんどれも満たしてくれるんです。なるほどね、はい、で火鍋は中国のお鍋料理なんですけど、はい、中国だけでなく香港や台湾、マレーシア、シンガポールといったアジアで広く食べられている鍋料理です。はい、はい、で火鍋の大きな特徴はこちらに書かせていただいたんですけど、お鍋が2つに仕切られていて、はい、紅白の2色、2味、2つの味を楽しめるんです。なるほど、1つの鍋で2つに分かれてくれるから、はい、そうなんです。いいですね、で片方のこっち側ちょっと白いんですけど、はい、はい、絵で描いた方がこの白い方が魚介の旨味がある、はい、優しい味の、はい、パイタンスープとなっておりまして、いい、ね、まろやかな感じだね。そうなんです、はい、でもう片方のこっち赤く描いたんですけれども、はいはい、こちらは、唐辛子だったり山椒、はい、クミンといった香辛料がたっぷり入った、うんうん、少し辛口のマーラースープとなっております。はい、でこれが王道のスープだと思うんですけども、はい、そうですね、よく聞きますね、はい、でこのお鍋に具材を入れて、うん、具材から取り出し、あ、具材でお鍋に入れて、うん、お鍋から取り出した具材はタレと一緒に食べるんですけど、はいはい、このタレっていうのが、うん、豆板醤だったり、うんうんうん、お味噌、ごま油、
とか、はい、あのいろんな調味料と絡めて食べるんです、ね、で味ももちろん火鍋っておいしいんですけど、うん、はい、あの見た目も楽しくて、このスープがグツグツって沸騰してきたら、先ほど言った唐辛子だったり、うん、あのいろんな香辛料がプカプカと浮いてきて、うん、はい、で匂いもエキゾチックですし、うん、とってもあの食べるのも楽しめます。なるほど、いいね、はい、今話していてもわー食べたいと思ってるんですけど、ね、口の中で唾液がいっぱいになっちゃう。そうなんです、あの体が温まるので、はい、寒い冬に食べたいなって思ってま す、ね、同じさ火鍋ってさ、いろんな具材を乗っけたりするのね、はい、あの鶏肉だったり豚肉もし、はい、牛も入れたりとかするところもあります、はい、またねこのスープ、パイタンスープで豚を食べたり、ね、こちらのマーラーのスープで豚を食べたり、ちょっと味が変わるんですよ、うんうん、一つの鍋で食べるから、うんうん、なんかこう、あ、こっちちょっとあの味が味変したいなと思うときは、うん、違うスープにつけて食べたりとかね、はい、できる、これ素晴らしいよね、はい、で、うん、辛いもの苦手な方でもこっちの白い方のスープで楽しめるので、うん、はい、本当どの方でもあの食べれるので、ね、はい、ぜひ食べてみてください。行ってみたい。そう、またね薬草とかがねたくさん先ほど言ってました入ってるから、うん、はい、なんかね食べてるだけでね、体に健康がいいなって、血の巡りが良くなるみたいな感じで、はい、嬉しい効果になって、体ポッカポカになるよね、はい、いい、この冬最高ですね、うん、そうなんです、ね、実際私今週お友達と、はい、あの火鍋を食べに行ったんですけど、いいですね、そこで行ったお店であの具材に豚の脳みそだったり、うん、はいはいはい、揚げ湯葉だったり、美味しそう、さつまいもの春雨とか、うん、結構日本のお鍋では見ないような、うん、まあ、見ないような、ね、はい、具材を、うん、があったりして、うん、ちょっとあの豚の脳みそはチャレンジできなかったんですけど、ちょっとリベンジしにまたこの冬食べたいなと思ってます。意外とねそういったものもね、はい、部位としてもね美味しくいただけるみたいですからね、うん、いや、いいのございますね、はい、はい、ぜひ皆さんも食べてみてください、はいはい、私も行ってます。 いや、いいですね、やっぱねこの冬ねもう今日も寒いですけども、はい、やっぱあったかいもんね、またね、かきおこだったり火鍋だったりね、うん、もうなんか美味しいものがいっぱい聞けてね、そうです、お腹空いてきちゃいましたね。お腹空いてきました。お腹空いてきました、ね、僕さっきスープストックで食べてきたんですけど、またお腹空いちゃいました、ね、いいな、お腹空いてはい、ということでね、はい、はい、というわけで、うん、はい、私たちのこの冬に食べたいものでこの冬を過ごしてもらえたら嬉しいです。それではサム・スミス、キム・ペトラスでアンホリーをお聞きください。
お届けした曲はサム・スミス・キム・ペトラスでアンホリーでした。Gアップあみだくじ、才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先うよ曲折、予定調和だなんてことはあるはずもないのです。そこでこのあみだくじに運命を任せ、出たお題をテーマにトークしていきましょう。ではすずなちゃん、今夜のお題を紹介してください。はい、私と冬のスポーツ、スポバナー、私のこだわり、こだばな、私だけのマイルール、ルルバナ、私の口癖、クセバナ、初めて〇〇した話、はじばな、そして当たりは、当たりは私たちのツーショットチェキをリスナーさんにプレゼント。それではすずなちゃん、1から6番の中から何番を選びますか？はい、じゃあ1番で。1番ですか？はい、1番なんだろう。網だくじ開きますよ。出ました、当たりでございます。おめでとうございます。今回すごいですよ、1月全部当たりです。そうなんですか、そうですね、はい、こちらの方ですね、3週目、400回記念の400回、はい、401回、402回ですから、はい、これね、ツイッターで、はい、またお知らせしますので、はい、そのツイートでね、いいねとね、リツイートしてくれた方に、はい、ね、プレゼントしてしちゃいますので、はい、またそちらの方お待ちくださいね。ぜひ皆さん、はい、いや、すごい当たりが出ました。ということで、好きなお話ですね、はい、していただいて構いません。はい、何番に、何にしますか？どうしよう、じゃあ私だけのマイルールにします。気になる。ルルバナ、どうぞお願いします。これ多分何回かラジオでお話しさせていただいたと思うんですけれども、うん、はい、私結構お風呂に毎回こう湯船に浸かるのが好きで、うん、はい、毎日2時間は必ず2時間浸かるのをルールにしています。それ妹さんとか家族怒られない、2時間入らないじゃん。確かに、みんなが入った後に、あ、入った後に、最後に、はい、うん、最後にゆっくり入って、はい、汗も流して悪いもの全部出して、ね、出して、はい、リラックスしてます。何するの、その2時間も。2時間は電動フリックスとか見たり、 YouTube 見たり。なるほど、ゆっくりで使えない半身浴で。そうです、はい、半身浴してます。半身浴、なるほどね。半身浴ってやっぱなんていうの、半分下の下半身の方を入れるわけでしょ。そうですね、寒くなんない、上はやっぱ暖かくなるの。たまに寒くなるので、はい、一回バサッて顔を頭まで入って入ったりしてます。なるほどね、すごい、2時間はすごい、はい、あんまりにもさ、上半身が寒いからさ、逆に上半身だけ使って下半身だとかそういうことはやってるんだけど、逆に返しみたいな感じで立ったりして、そうそう、はい、そういうことはないよね。すごいな、なるほどね。やっぱね、お風呂がじゃあ好きということで、はい、もう大好きです。岩盤浴とかに向くようにしてます。岩盤浴いいですね。いい、僕昔よく行ってましたけどもね、はい、今サウナとかもハマってる、ね、流行ってるので。そうだ、ね、すごい、まだ行ったことないんですけど、行ってみたいなと思って。なるほど、はい、整いに行きたいなと、はい、整いに行ってみたいですね。行きたいということでございますね。はい、いや、いいお話、当たりも出ましたし、うん、はい、私だけのマイルール、すごかったですね、はい、お風呂の話ですね。うん、じゃあ続いて、はい、りんちゃん、何番を選びますか？はい、2番でお願いします。2番ですね。はい、2番は何が出るかな。はい、出ました。初めて丸々した話、はじばなでございます。はじばな、はい、はい。私は初めて、この前、袴を着ました。うん、おー、はい、ということはどういうことですか？もうすぐ卒業式があるので、はい、それに向けて、今持ってるお着物と袴の色合わせに行ってきました。すずのちゃんって袴着る？はい、私も選びました、この前、はい、なるほど、2人とも卒業ですから ね、はい、ですから。で、成人式の時はちょうど私たちの時コロナが流行ってた時だったので、はい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 、なかなかみんなと友達と会ったり写真撮ったりってなんかできなかったんですけど、はい、袴姿でみんなと最後の思い出を写真に残したいなって思ってます。あ、そうですね、これが唯一のね、4年生で最後のチャンスでございますから、はい、大学の仲間と、もしくはね、地元の仲間と ね、もしかしたらそういうのでね、できるかもしれませんよ。じゃあ何色を着るの？私は上茶色、うん、下が
黄色です。おお、素敵、はい、見てみたいな。黄色と茶色なかなかおしゃれじゃないですか。ありがとうございます。みんちゃんは何ですか？私は上が紺に花柄のピンクとかあって、うん、下が小豆色の赤も着ます。すごい珍しい、いいね、珍しい色、珍しいですね。いいです、素敵ですね、うん、なんかね、なんかやっぱなんか江原さんってこう赤色っていうかさ、はい、似合うようなちょっと勝手な僕はイメージを持ってるから。本当ですか？なんかね、そういうのがいいかもしれないね。紺にしました。そういうのがね、紺とかいいよね、はい、あとなんかブーツか、うん、あの草履かで選べたんですけど、はいはいはい、そのブーツっていうのが時代の背景があるっていうのは私初めて知って、うん、はいはい、結構面白いなと思って、はいはいはい、どっちにする？私ブーツにしました。ブーツいいね、すごい迷って私ゾウリにしちゃったんですけど、うん、あ、そうですね、いい、またね、あの卒業の時期によってはゾウリでいい時と、うん、ブーツで寒い時ともあるから、うん、そうですね、そう、卒業まで大学によってまちまちまでギリギリのね、3月のもう本当終わり頃にやるところもあれば、うん、早めにやるところもあるもんね、うん、あ、そうなんですね、そう、大学によってはちょっと違う、3月の早めにやったりとかするところもあるよ、うん、なんかね、はい、いや、いいね、お話のね、はい、初めて袴ですね、はい、聞いて吐いた話ということでございます。はい、すずなちゃん、ジーアップ網戸くじ楽しかったね。はい、もうとても楽しかったです。はい、リスナーの皆さんに私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。はい、それではすずなちゃん、曲紹介をお願いします。はい、スミカでファンファーレをお聞きください。お届けした曲は私藤田すずなが選曲しました。スミカでファンファーレでした。Gアップザワールド。アナウンサースキルアップのため世界情勢に詳しくないといけません。そこで今夜は身近にあることをクイズにして2人に早押し3択クイズを1問出題いたします。分かった時点でお手元のボタンを押してくださいね。はい、負けた方には罰ゲームとしてモノマネをリスナーの皆さんに披露していただきましょう。はい、それでは準備はよろしいですか？はい、本日
1月28日はデータプライバシーの日なんですよね、うん、ご存知でしたか？いや知らなかったです、はい、初めて来ました。実はこれはですね2007年にできた新しいあの日で記念日でございまして、はい、EU で提唱され欧米など27カ国が公的機関や企業が実施している記念日ということなんですね、うん、はい、はい、なかなかねこれ身近にデータプライバシーどういうことかなっていうのがあると思うんですけども、うんうん、まあ、私たちで身近で言えばですねパソコンやスマートフォンなどの使うパスワードじゃないでしょうかね。やっぱそれが一番皆さんのデータプライバシーなんですけども、はい、今夜の言葉クイズは、はい、世界でよく使われるパスワードについて今から3つ言います、はい、一番使われているパスワードを当てていきましょう、はいはい、1番数字で123456、うん、2番英語でパスワード、うん、3番英語で G アップスプラウト。お、早かったのは藤田さんかな。はい、何番でしょうか。1番の12345。12345。残念でございます。それでは、はい、矢田さん答えてください。何番でしょうか。はい、じゃあ2番の英語でパスワード。正解でございます。1番じゃないんだ。1番じゃないんです、2番のパスワードがこちらが1番使われているパスワードということでございます。ちなみに123456は日本で一番使われているパスワードなんですね。いや、いろいろパスワードとありますが、はい、皆さんね今聞いてる皆さんもそうですけども、はい、もしねこの同じようなパスワードしてたらですね、はい、実はこのパスワード1秒で解けてしまうんですね。検索で引っかかるとか何かパスワードのプログラムをやると1秒なんです。1秒なのでこちらの方ですね、必ず皆さんこのパスワード変えていただくと、うん、そうですね、よろしいですね。そうだったんですね、はい、知らなかったです。知らなかったですか、はい、日本とまたねアメリカ違う。ちなみに123456は世界だと2番目に使われてるパスワードということでございます。気をつけなきゃ、勉強になりました、はい、勉強になりましたね、勉強になったことで、はい、勝者は江原さん、惜しくも負けてしまいました。藤田さん、はい、罰ゲームということで、はい、モノマネを披露していただきましょう。はい、何のモノマネを披露していただけますか。スティッチいきます。スティッチですね、はい、スティッチなかなかねこれ難易度高いですけども、それでは藤田すなさんでスティッチのモノマネをどうぞ。僕はスティッチ。かわいい。いや、今のスティッチどうした。なんかあれでしょ、今クッキーが詰まったのかな。クッキー食べたスティッチだよね。もっとなんかその、あれ練習した。可愛らしい顔で、可愛いね、可愛かった。声を出すっていうのがまた可愛かった。またね、あの顔がピンクになるのが可愛いだよね。モノマネやった後恥ずかしがるところがね。ちょっと恥ずかしいですね。ですよね。はい。もう一回やりたい、もしくはいやもう大丈夫、自分の思い通りスイッチなかったらいいよ、もう一回やっても。もう一回じゃあいきます。もう一回、すいません、聞ける。それでは、はい、藤田須田さんでスティッチのモノマネをどうぞ。スティッチ。確かに同じだったね。いやー、またね、なんかカステラが詰まってたかな、スティッチ。スティッチってなったけど、というわけでね、矢田さん、藤田さん、これで世界情勢に詳しくなりましたよね。はい、それでは次回の G アップザワールドもお楽しみに。では矢田さん、今夜のラストナンバーの紹介をお願いいたします。はい、ニュージーンズでディットをお聞きください。
私たちあのすずなちゃんと私はお互いもうすぐあの卒業ですけど、はいはい、この4年間の大学生活はどうでしたか？そうですね、やっぱり2年生の時にコロナウイルスあって結構学校に行けないっていう時期あったと思うんですけれども、うんね、やっぱり 3,4 年とやっぱり大学に行ける頻度も多くなって、うんうん、あ行くようになったの、はい、友達も増えてすごい楽しかったです ね、 そうね、はい、私あの全然大学3年生4年生になっても、うん、結構オンラインの授業だったので、うん、なかなか本当行くことはなかったんだけど、うん、すごいあのそうね、なんか大学生活いろんな友達できてよかったなって思いますね。うん、そうですね、いやそうだよね、うん、やっぱねこうやってね、まあ、いろいろな、ね、状況があったかもしれないですけども、うん、やっぱこのお友達とね出会えて卒業して、ね、またね、こう社会に出てくということでございます。はい、すずなちゃんとも会えたりする出会いとかも、ね、仲良くなれたことも、ね、仲良くなれてね、よかったですよね。かきおことか火鍋とか一緒食べに行こう、ね、行きたい行きたい行きたい一緒にご飯行きたい行きましょう、ね、ぜひねもうね食いしん坊だね。だってご飯こうやっていっぱい食べるってそうご飯いっぱい食べますし、うん、食べます。だってあのエアさんはねピザのね写真ばっかり上げてましたよね。あそう、最近ピザにハマっていて最近おすすめのお店を教えてもらったので行ってきました。なるほど、ピザ、はい、ピザばっかり食べてるなと思ってだからネームプレートでもピザをね、はい、書かさせていただいたんですね。はい、あとね、はい、矢田さんといえばね公認会計士の、ね、そうなんです、去年あのありがとうございます。これね学生の間にねダブルスクールで通ってはい塾に通って頑張って取りました。必死になかなか、ね、できることじゃないですよ、うん、ありがとうございます。やっぱ、ね、やっぱ大学生活で頑張ったこと、はい、ミスコンだったりとか ね、 ミスコン本当大変だったと、資格だったりとか大変だと思いましたけどね、うん、こうやってねいろんないい子2人が出会えて、うん、いい結果が生まれたら素敵なことじゃないですか、うん、はい、嬉しい友達、ね、はい、頑張っていきましょう。はい、はい、すずなちゃんそろそろお別れの時間ですね。はい、皆さんこの番組は公式ツイッターがあります。私たちもつぶやいていますのでぜひフォロー待ってます、はい、アカウントはアットマーク G アップスプラウト、アットマーク G アップスプラウト。また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。はい、はい、ここで G アップスプラウトからお知らせです、はい、私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を募集しています。詳しくはメールアドレスfm841@fm-sarus.jp fm841@fm-sarus.jp 皆様からのご応募お待ちしております。はい、お待ちしておりますよ、はい、こちらですね、あとね、この放送後には YouTube ライブでおまけコーナーを行っております、はい、今回ね、いっぱいにいろんなコメントもいただいておりますがですね、2人の早口分早かったなとかね、はい、同時にとか突っ込んでいただいて、初進行じゃないかと、今日ね実は初進行でございましたね。そうなんです、そういったことでね、もうね最初緊張してたんですけど、どうだろう、はい、リスナーの皆さん楽しんでいただけましたか。はい、いただいたと思います。はい、じゃあ今夜のお相手ははい、今夜のお相手は江原凛と藤田すずなでお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。この番組は、チャンネル銀河、MTB、ネイルミュージアム、他の提供でお送りしました。